お疲れ様です。ポンです。昨日の動画にグッドボタンが1870以上、それにコメントも200以上来ています。皆さんありがとうございます。しょうもないまっちゃんの話にこんなにグッドボタンやコメントありがとうございます。しょうもないしょうもないまっちゃんの動画にありがとうございます。アホのまっちゃんも調子乗っています。やっと、岩城浩一に似てるっちゅうこと、ポンちゃん、言ってくれたなぁと、朝から電話がありました。自分今日ちょっと忙しかったんですよ、午前中ね。で、忙しいって言ってんのにね、空気の読まねへんまっちゃんは、50分ぐらい、ベラ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 喋っていました。それとね、昨日コメントで結構ね、蕎麦屋さんの話で、一遊って言い方してるんですよ。日暮里のまっちゃんが好きな蕎麦屋さんね。本当の名前は、一押しなんですよ。一押しっていう名前なんですけど、まっちゃんとかね、あと、何人か、まあ、日暮里に住んでる人はいてるんですけど、その人はみんな、一遊って呼ぶんですよ。まあ、わかんないんですけど、あのお店の、その、経営されてる、方か誰かが、なんか一遊さんっていう方なんか何か、なんかそんなような話らしいんですよ。で、まっちゃんはなんか一遊さんって言い方してるんですけどね。はい。検索される方は一押しで検索してください。はい。ややこしくてすいません。はい。で、まあ、相変わらずね、今日の昼間も、虫けらから、まっちゃんのとこに連絡が入ってるみたいです。どこまでわしをコケにするんじゃこらとかね、おめえら金ですまんどとかね言ってるらしいです。でまっちゃんも何のかすんねんこら言って、おめえそんな言われたら困る過去あるんかいこらと、あんたは立派な役だったん違うんかと、困ることあるんかいと、まあそんな感じに言い返してるらしいです。まあ今日の話なんですがね、今日の話は山県組三次団体の王の話をしたいと思います。王はね、当時の家業名じゃないんですよ。自分らがね、まあ呼んでる名前が王なんですよ。役立ちてる頃王っていう名前は使ってないんですけどね。でも自分らの周りに分かりやすいように、すいませんけどこれ勝手に王っていう風に言います。王はね、もうフルに当時の山県組の名前を使ってた男なんですよ。二言目には、山源じゃ、山源じゃと。もう、どこ行っても、相手が仇でも、山源じゃ、山源じゃの人間だったんですよ。飲み屋に行っても、飲み屋の女の子に、わしは山源組やと。日本で一番怖がられてるヤクザの組織やと。誰かに何か言われたら、すぐわしに言っておいでやと。そんなもん、わしが電話一本入れたら、みんな、キャインって言うよるわ、と。みんな怖がってると。だから何かあったらすぐ、わしに言うてくるんやで、ってこうね、飲み屋の女の子にまで、そういうふうに言う気持ち悪いやつなんですよ。それでね、ある時ね、その、王がね、まあ面倒を見てる、ゲーム屋があったんですよ。まだ当時テーブルゲームでね。お金かけてするテーブルゲームなんですけど、まあ、そこの店を王が面倒見てたんですよ。そしたらある日ね、その店で、仇と仇が喧嘩になったんですよ。1対2か何かでね、喧嘩になったんですよ。で、店も結構、備品とか壊れたりとかね、血がついたりとかね、あとまあ、お客さんおったのに帰ってもらったとか、まあ、営業に支障が出たんですよ。で、その話を、アホの王が、しに行ったわけなんですよ。その店にね。その、喧嘩した奴ら相手に、話し合いするのに行ったわけなんですよ。で、そこでね、一人でまあ行って話、普通まあするんですよ。まあ、もしくは若い人連れたり、射程連れて行ったりして、話するんですけど、このアホの王はね、飲み屋のお姉ちゃんと一緒に、たまたま飯食ってる時か何かで、アフターでね、そのお姉ちゃんを連れて行ってるわけなんですよ。その店にね。で、そこで、その仇の人ら捕まえてね、
偉そうに言うてるわけなんですよ。俺は山県組のどこどこ組の誰々やと、ここわしが面倒見るの分かっとってやめやるな、こんなこと損害くれとかね、あのアホみたいに言うてるわけですよ王がね。でまあ実際山県組は力もあったし、あのすごい組織だったと思うんですよ。ただこの王のね言い回しとかね言ってる相手がね、そのもう仇のお兄ちゃんにね、あの親子ほど年違う仇のお兄ちゃんにね、まあ、山県組やめとんかこれとかね、仇ですよ相手言って、でまあ仇の子は怖がるじゃないですか。ですいませんすいませんってまあ謝ってたんですよ。店の営業できへん間のお金と、あとお客さんお金渡してお客さんに帰ってもらってるからね、その日負けた分のお金を渡してもう今日は帰ってくださいということで帰ってもらってるわけなんですよ。だからそういうお金を全部含めて500万ずつ、喧嘩した者同士500万ずつ払えと、トータル1000万やと、その金用意せよってこう王が言ったわけなんですよ。そしたらまあその頃はもうお金があるんかないんか分かんないですけど、払えないですってなったわけなんですよ。で払われん違うやろこれ、山県組なめとんげーとかね、まあこんな風に言ってたらしいんですよ。そしたら一人のね、その仇の方の一人の子の携帯電話が鳴ったらしいんですよ。でなんか場所を説明してると、どこどこここここやと。だからまあ王にしてみたら誰かヤクザが来ると思ったらしいんですよ、その店にね。で誰かに、お前あるかいと、誰か呼んだんかいと、その仇の子に言ったら、まあ、呼んだと。まあヤクザ来たら警察がないから話早いからね。で山県組の大門あるし、まあ楽な話できるって王はこう思い込んでたんですよ。10人ぐらいドロ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 と覆面した人間入ってきて、でそこでもう王もその喧嘩してた相手もその店の任せたアルバイトの子とかももうみんなボッコボコにやられて、結局仲間を呼んでるわけなんですよ、喧嘩になったっていうことで。だからまでいう半グレのような子たちですね。でバチバチにやられて、でそのまま逃げられてるんですよ。でも相手仇やから、そんなこと王は表に出せないわけなんですよ、仇にやられたってことなんかね。まあ鍵開けて入れてんのも店としてもやっぱり間違いやし、それでどつき回されてるから事務所とかにも行けないわけなんですよ。でそれでインフルエンザになったとかね、嘘ついて事務所に行かんでいいようにして、まあ治療してたわけなんですよ。でこれ王は返してなあかんから、まあ王も若い衆とか射程とか一人か二人ぐらい、どうしても使われへんやつ二人ぐらい入れたんですけどね。でそれで兄弟分に頼んだわけなんですよ、実はこんなことがあったと。だ相手は誰やと、身分証取ってるから、その店に行った時にね、王が分かってるわけなんですよ、どこの誰かっていうので、兄弟力貸してくれへんかっていうことで兄弟分に頼んだわけなんですよ。だこの兄弟分っていうのが刑務所から帰ってきて間がなかったわけなんですよ。で右も左もあまりまあ分かってない状況で、分かったと、兄弟が困ってんだったらわしが助けたろうと、わしにできることはするよと、純粋な気持ちでね、刑務所から帰ったばっかりだから。でそれを自分の射程に言うたわけなんですよ、この兄弟分は。でこの射程っていうのが兄貴分に言われて、兄弟がこうやられたと、相手敵やと、だから表に出てしまったら不細工な話やから、わからんように返ししちゃってくれへんかと、お前どれか力貸したらやっていうことで、この射程が動くんですよ。で射程も自分の射程とか若い人いてるから、まあ7、8人人を集めて、この仇の人をさらに行ったわけなんですよ。でさらって焼き振り込んで、でその王がその現場に来て、でも動かれへんなってから、またバチバチに王がその後焼き掘り込んで、もう警察にやっぱり行かれへんぐらいね、バチバチに焼き掘り込んで、それでその仇のそのボコボコにされた人間に彼を請求したわけなんですよ。王がボコボコにどついたとね、どうするんやと、お前このまま殺しまうぞこらってなってね、知り合い呼ばして、知り合い何人か保証人にさせて、もうボコボコですよ、その時そのさらわれてきた子をね。で保証人立てて逃げられへんようにして、彼女とか呼ばして、保証人ならしてね、彼女とかいろんな人間保証人10人ぐらい保証人つけて、
それで解放して20日ぐらいしてお金がついたんですよ。あの親とかみんなに親戚とかに頼みに行って金を作ったらしいんですよ。その子がねもうビビってもうて次まださらわれて殺されるんちゃうかと、まあ、結局ヤグラを舐めてたわけですね。でもその仕事さんはその王の兄弟分の射程なんですよ。それでまあお金が何百万が入ったわけなんですよ。その時に王の兄弟分の射程が動いて仕事したのにもかかわらず渡したお金が5万円だけですよ。虫けらでしょ。そうなんですよ。この王は今自分らに金をたかんに来てる虫けらなんですよ。王の兄弟分の射程っていうのはまっちゃんなんですよ。はい、まっちゃんは5万円しかもらってないんですよ。あの人間サロンでね焼き掘り込んで、だからまっちゃんにね最近言ったるんですよ。その時サロンはね仇の子を探して謝ったりって言って、そらまっちゃんひどいことしてるわと、そら謝ってあげやんとその子かわいそうやと、あんな虫けらにお金渡してね、もうかわいそうやからまっちゃんその子探して、その時払ったお金まっちゃん払ったりって言ってね、今ずっと言ってるんですけどね、苦笑いしてねまっちゃんはごまかしてますよ。まっちゃんは悪い男です。皆さん騙されたらダメですよ。まっちゃんは悪いです。カタギのね人間さらってねバチバチに焼き掘り込んで、いくら兄貴分の兄弟分の頼みやからと言っても、カタギをさらって焼き掘り込んでね、まっちゃんは悪い男です。相手カタギですよ。今からその人探して、その時のお金まっちゃんが払ったるべきですね。まっちゃんってそんな男ですよ。皆さん騙されたらダメですよ。いくら顔の男前でも悪い男です。はい、ということで今日はまっちゃんの兄貴分の兄弟分虫けらの王の話をしてみました。それとまっちゃんは悪い男だという話をしました。ということで今日はこの辺にしたいと思います。じゃあ。